こんにちは、どうも、サクトです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。サクトの毎朝練習、これからスタートしていきたいと思います。はい、今回からですね、ちょっとシリーズでお伝えしたいと思うんですけれども、サックス奏者必見、息継ぎのコツをマスターして演奏力をアップ、じゃじゃんということで、今回からですね、5回か6回ほどのですね、シリーズパートに分けてお伝えしていきたいと思います。サックス奏者は必見です。息継ぎのコツをマスターして演奏力アップということで、まあ、今回からのですね動画は、サックスの初心者の方、またはですね、これからサックス始めてみようかなという方向けの動画になりますので、よろしくお願いします。で、今回初のですねパート1、これは正しい姿勢を保つ、もう一度言いますね、パート1、正しい姿勢を保つということでお伝えしていきたいと思います。正しい姿勢は非常に大切ですね。サックスを演奏する力としてですね、この向上させるためにはですね、この息継ぎをマスターすることは本当に非常に重要です。その中でもですね、特にこの正しい姿勢を保つというのが大切になってきます。まず息継ぎのためにはですね、正しい姿勢ですね、まず背筋をピンと伸ばします。そして肩に力を入れずに肩をリラックスさせましょう。ついつい楽器を持ってしまうと、もうその時点でですね、カチカチになって、肩に力が入ってしまいます。これはよくありません。で、よくあるのが譜面を見ながらですね、演奏するとこう猫背になって背中が丸くなります。これもよくありません。息の通りが悪くなるので、ブレスをする、息をする時も当然吸い込む、その管の曲がってるような状態ですから、当然ブレスにいい影響はありません。なので譜面を見ている時も背筋はまっすぐ、あとそもそも楽器の構える位置ですね、この位置も下すぎると顎が前に出ちゃうような感じの吹き方になってしまいます。これも、背中がですね曲がってしまうのでよくありません。ストラップの長さを適切な長さに調整して、マウスピースが自然と口元に来るあたりですね、背筋をピンと伸ばして状態の背筋、口元に、マウスピースが来るようにストラップの長さを調整してください。はい、で立ってる場合はこれでいいんですけれども、座ってる場合はですね、背もたれありますよね、椅子のね、それにはしっかりと寄りかからない方がいいです。寄りかかっちゃうとですね、まあ、その時点でもう背中が丸くなっちゃったりしますし、でもなんかリラックスしすぎてしまうと、このお腹のところに力が入らなくなってしまって、呼吸もですね胸呼吸になりがちなので、どちらかというと背もたれには寄りかからずですね、自分でまっすぐ、もしくはかえってちょっと前のめりに姿勢になってですね、演奏するといいと思います。あと座椅子もですね、私は深く腰掛けません。本当に前端の方ギリギリぐらいにですね、落ちない程度に気をつけなきゃいけないですけども、そういうところでですね、本当に、腰を下ろしている程度で、椅子に座っているというよりもある程度こうなんて言うんでしょうね、体に緊張感を保つ、ある程度の緊張感ですね、力が入るのとは違う意味で緊張感を保たせながら座るような形ではおすすめです。はい、ということで、まず、パート1の今日はですね、正しい姿勢を保ちましょう、それが
息継ぎのコツをマスターして演奏力をアップする大きな一歩になるということでお伝えしました。はい、ぜひ皆さんもやってみてみてください。はい、ということで今からいつものようにアイリアルプロを使ってサクト流の練習します。1日に20分30分しか演奏する時間がないので、このようなカラオケですね、バックトラック、バッキングトラックを合わせて練習しています。ジャイアントステップスのテンポ200でですね、ワンコーラスごとに、半音上がるというような手法で練習していきます。それではテンポ200、テンポ200でした。私のセッティングはですね、マウスピースはセルマーのラバーですね。S80、
180とか90とかよくあるタイプですね。いつも覚えられません。ごめんなさい。とロブナータイプのリガチャーですね。とリードは基本的に人工リードを使ってます。ちょっと見づらいですけども、今日はフォレストーンっていうメーカー使ってますね。硬さは何だったか忘れましたけど、ミディアムハードぐらいですね。普段はですね、こちらのフィブラセルリードっていうのを使ってるんですが、ちょっと最近へたってきちゃったかな、吹きづらくなってきたのでレスポンスが悪くなったので、フォレストーンに変えました。フォレストーンは割と腰が柔らかめなので、こうバリバリっと吹こうとするとなんかリードがペラペラした感じになりがちに感じたりするので、ちょっとですねテフロンテープっていうですね特殊なテープを貼って厚さ硬さっていうか、まあ、抵抗感の調整ですねやってます。テフロンテープっていうのを、この表面にですねリードの表面にペタッと貼るといい具合に抵抗感調整できます。これもリード調整の裏技ですね。 あまり誰もやらない方法なのでぜひ皆さんもやってみてください。テフロンテープで検索されると出てきます普通のセロハンテープですとね、まあそれでもいいんですけど、だんだんやっぱり水ついて剥がれてきたりとかですね、糊がベタベタ残っちゃったりとかです、悪さしますね。でテフロンテープはすごい丈夫ですね。刺さる圧力には弱いんですけども、引っかきとかですね摩擦にはすごい強いのでおすすめです。テフロンテープです。はい、ではテンポを240に上げます。すごく反応いいです。
30でした。今車のですねシートで座りながら吹いてるんですけども、奥までシートの奥まで腰かけてないんですよね。もう ほぼお尻の半分、まあ言い方悪いですよ、半血状態で座っているような感じで、ほとんどですねがっつり腰かけてないですね。そんな感じでこう座り方もですねちょっと変えるだけでですね、あの演奏とか音にも影響出てきますので、いろいろ自分に合った方法ですね試されるといいと思います。では280にテンポを上げて吹きます。やっぱりリードを変えるとですねすごいレスポンスいいですね。はい、反応がいいとすごく演奏してても気持ちがいいもんです。音質的にはフィブラセルリードの方が好みかなっていう感じはあるんですけども、でもそこら辺はまあまあ妥協します。はい、280。早いです。早いテンポの時は聞くことがすごい大事になります。あとリラックスすること、あと余計なことを考えない、演奏に集中するということが必要になってきます。ということで、演奏中もですね息継ぎしながらやってますけども、やっぱりこの姿勢ですね、ちゃんとした姿勢じゃないとうまくやっぱり息吸えないですね。まあ、当たり前のことかもしれないです。意外と演奏に夢中に なるとこの姿勢がおろそかになるっていうのはありがちなので、ぜひ気をつけてみてください。ということで今回も、4万円サックスで練習しました。4万円でも十分練習できます。私はこの4万円の格安サックスをもう車の中に積みっぱなしにして、今日みたいに隙間時間があればその時間を利用して毎日吹いてます。そうすることで演奏技術をですね落とすことなく保つことができますし、少し
努力を積み重ねていけば十分上達できますので、そのような活用方法もあります。で、格安サックスなんですけども、最近レベルすごい高くなってるんですけども、初心者の方はですね、やっぱりいきなり新品買ってもいろいろあちこち調整必要だったりとかですね、そういうのがわからないと思うんですよね。楽器の調子が悪いのか自分が悪いのかわからないと思いますので、私はそういうものことがないようにですね、新品の格安サックスを点検調整して、初心者の方にも安心安全にお使いできるような形でですね、ご覧のサイトで販売してます。メルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、ラクマ、こちらでですね、新品の格安サックス、ノーブランドですけれども私が点検してますので、安心して使えるサックスを提供させてもらってます。しかもですね、今期間限定で、バンドレンリード、一番定番の青箱のですね、アルトでしたら3番、ソプラノでしたら2半1枚、サービスでお付けしてますので、届いたらすぐ吹けるという他ではまずないですね。買ったらバンドレンリードがついてますよっていうのはまずないです。そういったリード付きの格安サックスを発売してますので、こちらでどうぞご覧ください。ソプラノサックスですね、ストレートタイプ、カーブドタイプも取り揃えてます。その他にも、ストラップ、メタルマウスピース、ネックスクリューマウスピースパッチ、いろいろ扱ってます。サムフックとかですね、扱ってますので、ぜひ覗いてみてみてください。また初心者の方向けにですね、たくさん楽譜も作ってます。シャープフラットが少ないよ、反復記号が少ないよ、1ページですっきりしたメロディー楽譜ですね。現在、このココミュピアスコワというところで発売しています。登録曲数も650曲以上になってきてますので、皆さんの吹いてみたいと思う曲必ずありますので、ぜひ覗いてみてください。最近は、渡辺貞夫さんのカリフォルニアシャワーとかですね、マイディアライフとかモーニングアイランドとかですね、もうアドリブ収録しているものもですね、私自分でアドリブ、コピー取りましたので、分かりやすく優しくなってますので、ぜひ覗いてみてください。もちろんアニメソングのルパン三世とかですね、コナンとか銀河鉄道39とか、普通の歌謡曲もいっぱいありますので、ぜひ覗いてみてください。あと、まあ今日姿勢の話しましたけども、演奏の方法ですね、関する情報、私のブログで情報発信してます。サクトブログでいろいろなノウハウとかですね、先ほどもリードでテープを貼るとかですね、そういった裏技情報もたくさんありますので、ぜひサクトブログ覗いてみてみてください。はい、ということで、まあ、今回からですね、シリーズでお伝えしようと思ってます、サックス奏者必見、息継ぎのコツ、マスターして演奏力をアップ、そのパート1としまして、正しい姿勢を保つ、正しい姿勢で空気の流れを良くしてから息継ぎをしましょう、超重要な話になりますので、ぜひ覚えて皆さんも実践してみてください。はい、ということで、長い時間ありがとうございます。今回の動画がですね、ためになった、良かったという方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございます。さよなら。